1話のプロットとしては展開と要素が多すぎる。それは単通行動ではない。ただのモチベーション。若干これも 嘘だなと思っちゃう。そういうことじゃないんじゃない、死人がそんなこと言うの。今回のテーマはプロット制作。選抜を通過した3人の挑戦者たちがプロットを作成、そしてプロの先生から好評いただきました。ご協力いただいたのは脚本家でシナリオセンターで講師もされている中村みなみ先生です。ここでは実際の好評から重要なポイントを抜粋してお届けします。今回好評いただくのは銀ペガさん。プロットの内容を簡単にご紹介すると、メインの登場人物は主人公のアイトと彼が思いを寄せる幼馴染のスミカ、そして彼女の叔父であるユカイの3人。 YouTuber としての成功を目指しつつ、まだ結果の出せない叔父のユカイは主人公のアイトとスミカにもYouTube の可能性を熱弁するも、2人は上の空。それもそのはず、アイトはスミカのことで頭がいっぱい。スミカの気を引くのに必死なアイトは、それまで打ち込んできたサッカーまで捨てテニスを始めます。しかし試合で負け、スミカの前でかっこ悪いことに。奮起したアイトは猛特訓を開始し、さらに愉快の助言でその様子を YouTube で配信します。そんな時、ユカイのチャンネルの登録者が突然90万人を突破。ところが喜んだのもつかの間、今度はなぜかチャンネルがいきなり削除。ユカイは失意の中、事故で死んでしまいます。ユカイの遺言を聞いたアイトは、ユカイの夢だったチャンネル登録100万人を一緒に達成できたら結婚しようとスミカにプロポーズ。しかしその時突然、二人を分かつ巨大な壁が。 YouTuber にファンタジー要素を取り入れたインパクト抜群の本作品。中村先生はどう見るのでしょうか。これを見た感じで、あ、爆満の YouTuber 編かなっていうイメージ、はいはいはい、ですよね。あ、もうその通りです。もうその通りですよね、はい、その通りだなと思って、あ、これは面白そうって思います。あの動画配信憧れの職業第1位だしね。なんだけど、はい、このプロットを読むと印象は違いすぎるので、まあ、いろいろお聞きしながら修正をしていきたいんですけど、はい、あのまず1話のプロットとしては展開と要素が多すぎる。インパクトのあることをバンバン起こせばいいっていうものではなく、これを読んだ人が心情の流れっていうのがちゃんとこう違和感なく最後まで続いていってくれないと、なかなか感情移入できないよっていうことと、1話で考えて、これ30ページぐらいの漫画で考えるとすると、多分これは展開だけで終わってしまって感情移入が多分しないんじゃないかな。巨大な壁っていうのは何ですか。これ何ですか。巨大な壁ってない、進撃の巨人みたいな壁なの。進撃の巨人の壁ってある程度の高さなんで越えられるじゃないですか、うんうんうん、絶対に越えられない高さ。絶対にってどのぐらい。これも宇宙もずっと続いてるみたいな。おお、それは時点を超えてしまうね。 それは何、自然現象なの。いや、その謎が物語の最大の謎みたいにしたいなと思ってたんですけど。それは YouTuber と関係あること、ネット社会と関係あること。そうやって話してると、本筋のトップ YouTuber になるってことどんどんブレてくんだよ、うん、だから銀ペガさんの中で何やりたいのっていうのがちょっとまだ確定してないんじゃないかなっていう気がしちゃう、こう見てくると。これシナリオの技術的なことを話すると、貫通行動って知ってますよね、はい、で貫通行動をさせたいんですよ。ここで私は引っかかるのは、サッカーのユースに選ばれるって書いてあるんだけど、はい、そこサッカーをやらなくなるんですか。そうです、そうです、テニスに変わります、まあ、そこがまずもって、え、なんでって。多分見てる人は、え、これサッカーのユースに選ばれる相当な能力がないと選ばれないのに、この人、恋のためにテニスの方に、次回動画配信の方に行っちゃうんだっていう
なんかそうなるとこのサッカーの優勝に選ばれたっていうこの情報自体はあまり意味がないというか、感情行動させたい。もうこの最初の企画シートの私が見た時の印象は、最初から最後まで YouTuber 目指してほしい、うん、としては貫通コードはスミカが好きってとこなんですね、もうっていうイメージで作ってて、それは貫通コードではない、あただのモチベーション、うん、あモチベーションと違うってことですか、うん、違うモチベーションはその頑張るための動機であって、うん、貫通コードってのは行動なのでね、だってバクマンのあの男の子だって声優になった女の子好きだけど、それとは別にちゃんとそれは動機でじゃない、だからその連載取れたらとか、うん1位になったら結婚してくださいって言ってるけど、それをモチベーションにして漫画頑張るでしょ、うん、でこの子が頑張るのは YouTuber なんだから、であとはプロットなんですけど、冒頭はあくまで主人公から入らないと読者が誰が主人公か分かんなくなっちゃいますよという、これは起承転結のもう基本のキーですね、これ先輩のエピソードから入ってるじゃない、はい、あと先輩の話が多すぎるかなので、これはもう全くもっともったいない、結局先輩の話っていうのは主人公がこの道に入るところのきっかけを作っているけれども、読者が見たいのはそこではなくて現在進行形で YouTuber で大変だよっていう話だから、これはある程度読者がこの主人公を認知して頑張ってるな、 YouTuber として頑張ってほしいと思ったあたりで回想として過去話で出すべきだ話だと思います。なるほど、バクマンだって おじさんのあんな子の過労死のってちょっと後の方だったでしょう。3話目までは主人公でっていうのが大体セオリーなので、あの脇の人とかその過去話はもっと後にしないと読者は離れちゃうので、はい、主人公がその死んだ先輩の死を継ぐ理由がちょっとその、うん、だからチャンスはその時掴むと逃げてしまうと背中を押されたって告白するっていうのは若干これも嘘だなと思っちゃう。そういうことじゃないんじゃない、死人がそんなこと言うの、だから嘘じゃなくても死んじゃった理由がこのバズったのが削除されたから、でそれは多分おそらく何かの陰謀であろうと思ったら復讐があるんだみたいなことちょっと言っとくと読者としては引きつけられる、何度も復讐ってってなっちゃう。死に際に先輩が言った言葉で奮起してとか、呪術廻戦ですかとかちょっと思っちゃったんですけど、呪術廻戦だとすると呪術廻戦のあのおじいちゃんの言い分を全く聞いてないと私はもう実に思っているので、あれ一夜目で死んでるから誰も感情移入しないんだよね、あのおじいちゃんに。なるほど、しかもそのそれをずっと引きずってる主人公もよくわからんっていう私は思ってるし、あれやっぱりよっぽどずっといた人でみんなが死んでほしくない人が死ぬからあれ聞いてくる話であって、そのフィードバックで第1回の審査の後にいただいている中でも100万人を目指す理由みたいなのがちょっと弱いんじゃないかとか、そういうのもあって、うん、それさっきの金の盾をもらったらどういうことがあるのかっていう、なんかそこの部分をもう少ししないと、やっぱり金の盾をもらった人だけができる何かがあるんだとか、うん、まあ、それこそその嫌いな人殺せるんだみたいな、なんか何でもできるんだとか、なんか要するにその復讐のことを考えるんだったら、その彼らをあぶり出すことができるのは金の盾をもらわないと無理なんだとか、うん、とか金の盾をもらうぐらいになるとそいつらがやってくるんだとか、うん、そのぐらいしたら多分現実に縛られちゃって面白くなくなっちゃう。だからちょっと現実に縛られてそうなってたところはあったね、うん、じゃあ銀ペガさんの作品を1時間考察しましたけども、良くなっていきますかね。そうですね、なんか最初は結構いろいろ考えすぎて、ま、ちょっといろいろ詰め込んでいたところとかを整理したのと、あと世界設定を大幅にブレイクスルーしたかなっていう気がします。ご本人も書きやすくなったとおっしゃったので、私としては非常に満足で、もっと面白いものができると確信してます。はい、銀ペガさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。
そうですね、まあ、すごい親身に聞いてくださって考えてくださって、まあ、いろんなアイデアもいただいたし、ちょっと弱いかなと思ってた部分も全部突っ込まれて、まあ、すごい作品として良くなるんじゃないかなと思ってます。一番印象的だった指摘って何ですか？まあ、でもやっぱ一番引っかかってた、なんで100万登録なのかとか、壁と YouTube との連動みたいなところが、まあ、ちょっと指摘をされて、それで話していく中でこれだっていうのが最後見えたので、やっぱそれが一番大きいなと思います。まあ、この後ネームとシナリオ、まあ、3週間後に提出いただくんですが、どこが一番変わってくると思いますか？まあ、でももう根幹からちょっと変わるので、まあ、ガラッと変わるんですけど、最高に良さは出せるものでいけるんじゃないかなと思います。楽しみにしてますね。はい、頑張ってください。ありがとうございます。次回はいよいよ最終関門となるネーム作成。最後の選抜に向けてシナリオとネームを3週間で仕上げます。